にちは。アゴラモデルズ公認モデラーのテイカールです。今回ご紹介するのはアゴラモデルズさんの C2 コルベットパック8の方を作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではパック8はまずですねステージ60からで、主にですね内装の作り込みとなっております。はい、でこちらステージ60では、フロアマットですね、このような形で、綺麗な赤いフェルトをフロアマットに貼っていく作業となります。ちょっとまずはですねこのような形で一度合わせてみた方がいいですね。どのような感じでつくのかイメージしてから剥離紙を剥がして貼っていってください。はい、それではですね貼り付け位置の方を確認したら剥離紙真ん中だけ剥がしてこのような形で貼っていきます。このような形で左右のフロアマットを作ってステージ60の作業が終了となります。続いてステージ61やっていきます。はい、それではステージ61最初の作業はですねこちらのシフトの、レバー、このレバーを作っていきます。ただ単にこれをこのような形で差し込むだけですね。キュッとこう入れておきます。でこのシフトノブにちょっとですねゲート跡とかついてますので軽くヤスリで整えておくといいですね。このシフトレバーにつけてからこんな感じで整えていくとやりやすいと思います。はい、でこのような形でシフトノブを作ったらこちらのパーツがですねこれがゴム素材になってますのでここに、この丸いボール状のものを差し込んでおきます。しっかりと差し込んでこのような形で抜けるまで差し込んでおいてください。はい、そしたら次こちらのパーツにこのような形で合わせてこれを内装の方に取り付けていきます。はい、こちらがですね前回作った内装なんですけどもここにこのような形で付けます。でこのシフトのここのボール状のものがここに入るわけですね。このような形で入ってこれがこのような形で付くと。はい、でこのような形でメッキパーツを合わせたら裏側からですね3箇所ですね JP のネジで固定します。はい、そしたら次にアクセルペダルをつけていきます。このアクセルペダルはですねここのところにこちらを差し込んで何気にここのところにですねちょっと切り欠きがあるんですね。そこにこの先端を入れるような形になります。で AP のネジで裏側から固定ですね。はい、このような形でアクセルペダルを取り付けてください。はい、そしたら次にこちらのアームレストですねここに突起がありますのでここ突起を合わせて前後があるということですね。このような形でつけて裏側から FP のネジ2本で留めていきます。はい、このような形でセンターコンソールとアクセルペダルをつけてステージ61の作業が終了となります。続いてステージ62やっていきます。はい、それでは続いてステージ62なんですけどもステージ62では、椅子ですねシートの座面が入ってきますのでここにスポンジを入れてこれで作業終了です。続いてステージ63やっていきます。はい、それではですねステージ63では先ほどの座面にこちらのパーツをつけていきます。でこのような形で入れてこの突起物ですね4つあるんですけどもそれがそれぞれここに出てくるように取り付けていきます。はい、このような形でこのパーツの突起がですねこの左右から出るようにしてこの4箇所ですねこのような形で、出てくるように取り付けてください。でこのような形で取り付けたら PP のネジでこの4箇所を留めます。はい、でこのような形で PP のネジで4箇所留めたらこちらのパーツですねこれ上と下あるので間違えないようにしてください。ここに LR の刻印がある方をこのような形でこっちに向けてこうつけるわけですね。
はい、そしたら次に FP のネジでここ4箇所留めていきます。はい、このような形で硬いプラスチックの板2枚でこの軟質のですねゴムシート材を挟むことによって、このような形で、柔らかいシートを再現しているということになります。はい、それでは続いてステージ64やっていきます。はい、それではステージ64はシートの背もたれなんですけども、まずはスポンジを入れるだけでステージ64終了となります。続いてステージ65ですね。はい、それではステージ65ではシートの背もたれ、先ほどと同じような感じでこのような形でこの4箇所のですね突起を上に出すようにこのように組んでいきます。で、同じように PP のネジで4箇所留めていきます。はい、このような形で4箇所ネジで留めたら、こちらの方はネジ留めではなくて、ここに、パチッと入れとくだけですね。で、ちょっときつさの方が気になるところなんですけども、どうですかね、ちょっと緩い、そうでもないのかな、ちょっと緩い感じもありますけども、接着はしなくても大丈夫そうですね。はい、このような形になれば OK です。はい、それでは続いてステージ66やっていきます。はい、それではですね、ステージ66から69までの作業というのは、全くですね、今と同じもの、これをもう一つ作るということになっておりますので、同じ手順で作ってください。はい、このような形で座面と背もたれを2つずつ作ったら、続いてステージ70やっていきます。はい、それではステージ70では、先ほど作ったこちらの座面と背もたれの方を、このような形でくっつけていきます。で、まずですね、こちら側、背もたれの左側にこのパーツをつけていくんですけども、 L と R と書かれたのがあります。で、 L1、L2、R1、R2 となってるんですけども、L と書かれてる方がここにこのような形でついて、 QP のネジで固定していきます。はい、このような形で L1 のステーをつけたら、次こちら側にはですね R1 と書かれた、こちらのステーをこのような形で合わせて、同じく QP のネジで留めていきます。はい、このような形で両側にステーをつけたら、次座面の方にこう合わせて、ここのところですね RP のネジで留めていきます。はい、このような形で椅子が出来上がります。そうしたらですね、もう一脚の方も同じ手順で作っておきます。はい、で、これで、2脚の椅子が出来たわけなんですけども、この時点ではこの椅子はですね、どっちについても問題はないです。右用とか左用はないんです。ただここから先はちょっと右用と左用がありまして、こちらのパーツですね、このパーツを先に取り付けてしまうと、分かりやすくなるので、まずこちらの方をつけていきます。で、ここに L と書かれているんですけども、これがですね左の座席用で、 R と書かれている方が右の座席用です。なので、このようにして見た時に、こっち右側の座席とするのであれば、このパーツがですね、これ間隔が、ピンが2本出てるんですけども、こちらにはつかないようになっていて、こちらにこのようにしかつかないようになっています。で、このようにつけたのが右のシートで、今度こっち側はですね、逆に、こちらにしかつかないようになってます。このような形、こっちにはつかないようになってるんですね。で、これが左側のシートということで、このような形になります。はい、で、取り付け方法を確認したら、ここにですね、多用途ボンドをつけて、このような形で接着しておいてください。はい、それでは次にですね、左のシートに、このシートベルトのパーツをつけていきます。で、このパーツはですね、ここのところにこれを合わせて、ネジ留めするだけですね。RP のネジでネジ留めしていきます。で、これはですね、左のシートの右側にはこちらの、凹凸で言うとですね、O の部分ですね、このパーツがここにこのような形でつきます。右側にこちらのパーツがつきます。で、左側にこちらのパーツをこのような形でつけて、シートベルトとするわけですね。はい、で、このシートベルトなんですけども、ちょっとですね、これまあ見てすぐわかるかとは思うんですけども、幅を測ってみたら3ミリしかないんですね。で、8分の1の模型なので、3ミリということは実写で24ミリ、このぐらいしかないということですよね。で、シートベルトがここまで細いとちょっと不自然なので、まあ大体シートベルトって5センチ
以上はあると思うんですよ。で、まあ、仮に5センチだとして6ミリのこういったリボンが売ってますので、これカナリアさんとかで売ってるリボンなんですけども、この、6ミリのタイプでだいたい8倍にして48ぐらいなんですよ。なのでこの6ミリタイプ、6ミリから7ミリぐらいの、こちらのリボンを買ってきて、これに付け替えると見た目が少し良くなるかなと思います。ちょっと、こちらの方加工していきます。はい、それでは純正のベルトよりも少し気持ち長めに切ります。で、全部でだいたい同じぐらいの長さになってますので、同じもの4本作っていきます。こんな感じですね。はい、でこのリボンの先端をですね、このような感じで斜めにカットします。こういう感じ。はい、でこちらの純正の方のリボンをこのような形で、まずはですね、これ接着剤でついてるだけなので、カットしてもいいですし、接着剤を剥がして取ってもいいですね。こんな感じで切っちゃいますね。はい、このような形でバックルから外して、この斜めのものを上から入れて折り込んで下で接着です。はい、でバックルの受け側以外はですね、上向きとか下向きないので、このような形でも同じ手順でつけていきます。はい、というわけでこんな感じでシートベルトのこのベルト部分ですね、ちょっと太くしたものを作ってみました。この方がですね、だいぶリアリティはアップするのかなと思います。で、こちらが左側のシートなので、この椅子のこちら側にこれをつけます。このような形。はい、そして左側にはこちらですね、こちらのバックルをこのような形でつけていきます。はい、そしたらシートベルトをつけたらですね、これはやってもやらなくてもいいんですけども、両面テープをですね、短冊状に切ってこれを貼り付けてですね、シートの方に、もう貼り付けてしまいます。そうするとですね、こう浮いてるといかにも模型的なんですよね。実写の場合はこれがこうピタッとこうなるはずなので、こちらの方ですね、両面テープをつけて、まあ、見た目のいい感じのところにペタッと貼り付けておきます。まあ、不自然にならない感じにこう貼り付けて、同じくこちら側もですね、このような形で貼り付けておきます。はい、このような形で貼り付けて、これで左側のシートが完成となります。同じようなことを右側のシートでもやっていきます。はい、このような形で左右のシートが出来上がったら、こちらの内装の方につけていきます。で、この時当然ですね、左と右間違えないようにつけてください。で、このような形で合わせたら、裏側から SP のネジ2本でここ止めます。で、この時にですね、ネジの、止める前にシートの前後ですね、若干動きますので、自分のお好きなところに合わせて固定する感じですね。もちろんこれあえて緩めに締めて動くようにしておいてもいいですし、完全に固定してしまってもいいと思います。はい、というわけでこのような形で椅子をですね、両方とも取り付けてステージ70の作業が終了となります。続いてステージ71やっていきます。はい、それではステージ71ですね。まずこちらの、カーペット類貼っていくわけなんですけども、ちょっとですね、どのような形で貼らさるのかある程度把握してからやった方がいいですね。ちょっとこれ隙間ができないように貼るのが難しいかもしれないです。はい、あらかじめですね、各パーツを合わせてだいたいどこら辺に来れば一番隙間がなくなるのかというのを把握してから作業した方がいいですね。はい、そうしたらここのところがですね、若干形が、合わないので切るみたいですね。こんな感じでデザインナイフで程よく切ってください。このパーツがこうつくので、これに合わせて切る感じですね。はい、そうしたらこちらのパーツの剥離紙ですね、真ん中だけ剥がしてで、まず位置合わせしてですね、ピタッとくるかどうか、ピタッとくるところで真ん中だけまず貼ってしまいます。はい、こんな感じで良さそうですね。はい、こんな感じで極力隙間ができないように貼っていきます。はい、このような形でここなるべく隙間ができないようにして、でそれから今度はこっちの方貼っていくわけですね。でここもまず真ん中だけ剥がして位置合わせてからですね、左右の剥離紙を剥がして貼っていくと綺麗に貼れると思います。はい、それじゃあこちらの方も貼っていきますね。まずは真ん中だけピタッと合わせて、
はい、こんな感じでいけば大丈夫ですね。はい、このような形でまずですね、こちら側のカーペットを貼ったら、次にこのカーペットをここにこのような形で貼っていきます。はい、このような形で貼ったら、最後ここですね、ここのところをこのような形で合わせて貼っていきます。これも真ん中から貼っていくと楽ですね。はい、でこのような形でカーペットを貼ったら、ここのところですね、この、コーションシールを2つ貼っていきます。で向きなんですけども、この車はトランクの開かない車なので、必ずですね、こちら側から読みやすいように、こうですね、この向きでつけます。なんとなくトランクなんで、こうつけちゃいたくなると思うんですけども、こっちが正解です。はい、このような形になるわけですね。はい、そうしたらこちらのカバーを、ここの、内装パーツのですね、4箇所ピンがありますので、そこに、差し込んでいきます。はい、このような形になるわけですね。はい、そしたら次にですね、今回ついてきたこちらの、スプリング引きバネを LP のネジでここに固定していきます。はい、でこのような形でバネを、プラスネジで1箇所固定したら、今度こちら側ですね、ここのところにこのバネを差し込んでおきます。はい、このような形になるわけですね。はい、そうしたら次にこちらのジャッキの方を組み立てていきます。貼り合わせるだけですね。はい、でちょっとですね、ゲート跡とかバリがひどいので、少し綺麗に整えて、ここはですね、少しシルバーのドライブラシ的なことをしておくと、このジャッキパーツが金属感が出ていいかなと思いますね。はい、こちらのですね、タミヤさんのウェザリングマスターセットの F ですね、これの、そうですね、ライトガンメタルあたりを使って、ちょっとですね、こうカサカサっとさせておくと金属感が出ていいかなと思います。はい、ある程度ガサガサっと塗ったら、歯ブラシなどでこうカサカサしておくと、余計な部分ちょっとこう取ってですね、はい、こんな感じでちょっと金属感を出したら、これをですね、先ほどつけたバネのところにつけておきます。はい、説明書ではですね、ここのところにバネかかってるみたいなんですけど、こっちにかけておいた方がですね、安定感があるのかなと思いますので、こちらの方にかけてみました。ちょっと上の方だとバネも伸びすぎるのかなと思いますので、ここにかけております。はい、これでステージ71の作業が終了となりまして、続いてステージ72やっていきます。はい、それではステージ72はですね、こちらファイアウォールの組み立てということで、まずはですね、こちらのファイアウォールにこれ、こちらの部品からつけていきます。このような形で合わせてください。ここの突起、ここの穴に入ります。はい、こんな感じですね。で裏側から FP で2箇所止めていきます。はい、そしたら次、ここのところ、鍵穴状になってますので、この小さいパーツですね。このような形で向きを合わせてつけたら、これは裏側から EP のネジで留めていきます。はい、そしたら次にですね、こちらのパーツ、同じもの2個入ってますので、このピンを、ここの D 型にカットされてますので、ここに接着しておいてください。はい、ここは木工用多用途ボンドつけて接着していきます。はい、でこの黒い小さいパーツをつけたら、このパーツを今度はここにつけていくわけですね。このような形で合わせて、ここネジ止めしていきます。 FP のネジで止めていきます。はい、このような形で左右両側にこちらのパーツを取り付けて、次こちらのパーツつけていきます。はい、そうしたらまずですね、こちらのパーツ、ここが少しだけ曲がってます。でこのような形で見た時に、このパーツがここにこうつきます。でここのところを FP のネジで留めていきます。はい、そうしたら次にまた FP のネジで今度ここにつけるんですけども、ちょっとですね、ここネジ山作っておいた方がいいですね。最初にこんな感じで一度ねじ込んでおいてから、このパーツをここにこのような形でつけてネジ止めしていきます。はい、というわけでこのような形のものが出来上がります。これで、ステージ72の作業が全て終了となりまして、これでパック8の作業も終了となります。はい、というわけで今回の作業もですね、作っていてわからないところ、難しいところがあれば、コメント欄の方からお気軽にお問い合わせください。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。